どうも島田修平です島田修平のお階段めぐり今回も皆さん見ていただきまして本当にありがとうございますさこのチャンネルですね去年の夏から始まりまして、えー、今回がシャープ99 99話目となりましたまあね厳密に毎回怖い話をしてるわけじゃなくって手相のお話や開運の話なんかもね入ったりもしているんですが、まあ、一応ね次回はシャープ100 100話目という記念すべき回になりましたただね階段の社会では100話目と言いますと百物語話し終えた後に不思議なことが起きてしまうかもしれないというそんな怖い回にもなるわけですよねそうなりますとねやっぱり何か不思議な現象が起きるようなチャレンジ試みを自分でもしたいななんてね思ってるんですよでどうしようかなと考えてた時にね皆さんコメント欄いつもありがとうございます あの読ませていただいたただらですね皆さんド S ですねあのいつもねまあこうやって最近は車の中でね一人で深夜撮影させていただいてましてこれも十分怖いんですよなんかねコメントでもこう後ろの方に何かいるんじゃないか何か映ってる感じがするなんてことでもうすごくビクビクしながら撮影してるんですけどもあれですよもう車なんだから車でね心霊スポットに移動して 一人で心霊スポットの近くから撮影したらどうでしょうかという声ちらほらいただいてるんですねめちゃくちゃ怖いなともう想像しただけでもね震えてしまうんですけども,でも確かにそこに行って撮影したら何か映っちゃうんじゃないか不思議なこと起きちゃうんじゃないかっていう感じしますよねめちゃくちゃ怖いけどもすごくいい案なんじゃないかと思ったわけですよね まあただですね、まあ今残念ながらこういった状況、まだね、県をまたいでの移動は自粛中ということで、これね、すごくいいアイデアだったので、もうお約束します。まあ今回はね、難しいんですが、えー、いつかこの状況がね、緩やかになった時、えー、一人でですね、心霊スポットに行って、そこから撮影、やってみたいなと思っておりますので、それ楽しみにしていただきたいと思います。そうだ、この前、何回か前にね、父のノート、 のお話を、ね、させてていいただいてちょっとグダグダになってしまったんですけどもあの時に本当に心温まるね嬉しいコメント皆さんたくさん寄せていただいてですねあれ何でしょう自分でこう話したその動画の撮影の時はねまあそのちょっと途中緩極まったりはしましたけどもまあまあ普通にこうお話はできたと思うんですけども皆さんのコメントを読んでですねもう涙が止まらなくなってきちゃって。 すごくこうあったかい皆さんに支えられてやってるんだなあなんていうふうに、えー、もう感謝の気持ちでいっぱいになりましたありがとうございましたでねまあそのコメント欄を読ませていただいてますとちらほらですねそういった感想以外に皆さんが体験された心霊体験とか不思議体験結構ね寄せていただいてるんですよでそれを読ませていただくとめちゃくちゃ面白いやつがあるんですよね 興味深いというか、もう僕が普段話してるね、話なんかよりも怖い話なんかもこう埋もれてまして、で、これがね、そのコメント欄の中に埋もれてしまってるのが非常にもったいないなと僕常日頃思ってたんです。でね、思ったら皆さんとこうやってね、作り上げているというチャンネルですから、記念すべき100回はですね、なんか皆さんと一緒にやってるこのチャンネルならではの、ね、100回目、そのコメント欄にある 不思議体験をたくさん紹介させていただくそういうね回にさせていただきたいなというふうに思っていますのでね、えー、記念すべきシャープ100100 100話目は皆さんに寄せていただいたお話それをねたくさん紹介する回にさせていただきたいと思います、えー、次回ぜひね見ていただきたいと思いますお願いいたしますさあではですね、えー、その100回目になりますね一つ前今回99話目なんですけども このお話はですね30代の女性の方が子どもの頃に体験をしたというお話なんですけども非常に興味深いお話なんですね。この女性ね、まあ、今現在ご結婚もされていて小さなお子様もいらっしゃるという女性なんですけどもこの方が小学校5年生の時夏休みですね地元の埼玉県で体験をしたというお話なんですね。 まああのこの方はですねその小学校5年生当時5歳になるっていうね小さな妹さんがいらっしゃって2人姉妹でまあ夏休みの日ですねもう朝からセミがもうねけたたましく鳴いていて非常に暑い日だったらしいんですがあのお母様からねこの2人姉妹がお使いをね頼まれたそうなんですよ。何かっていうと隣町に住んでいるおばさんのところに行ってきてっていう。 でお姉ちゃんの方はねお母さんと何度か行ったことがあるんで道は分かってるただ今回初めてね小さな子供たち2人だけで行くということでちょっと不安ではあったんですけども何かこうワクワクする冒険にね出かけるという感覚で楽しかったんですってでこのおばさんの家というのが隣町なんですけどもバスに乗っていくでバス停を降りてね30分ぐらい歩いて着くという家なんですって。 でこの場所が、ね、もう本当に大自然あふれる場所でもう田んぼや畑遠くの方には林なんかもあって、ね、のどかあのまさにね「隣のトトロに出てきそうだ」っていう、まあ、そういった場所だったらしいんですね。でね、まあ、2人で「出かけようか」バスに乗ってバス停を降りてでその、ね、のどかな道を2人でね手をつないで、まあ、歩き出したわけなんですよね。 で途中ねお花なんかを見たりとか結構楽しくねお話をしながらこう歩いていてで10分ほど歩いた時になんかね小さななお店が見えてきたそうなんですねでこのお店というのが、まあ、日用品やら、まあ、ちょっとしたね食料品が売ってるなんていう古いお店で,で昔ねこのお姉ちゃんお母さんと一緒に来てねジュースを買ってもらったという思い出があったそうなんで、まあ、妹さんにね お姉ちゃん昔ここねお母さんと来たんだよそうなんだなんていうね、まあ、そんな話をしながら、まあ、歩いてたそうなんですねでその店を過ぎた辺たりでですねなんか川が流れててで橋があったでその橋を渡ってしばらくこうテクテク歩いてるとちょっとお姉ちゃんねあれちょっと不安になってきたんですってこれ何かっていうとねそこに6体のお地蔵様が並んでる 赤い帽子をかぶって赤い前だれをかけてるお地蔵様がいたんですけどもあれこのお地蔵様見覚えないなおばさんの家に行く時にこのお地蔵様見たことないぞあれもしかしたら道間違えちゃったのかなそう思って不安になったんですけど横にはね小さな妹さんがいらっしゃいますんでなんか弱気な部分は見せられない。 大丈夫大丈夫と思ってねまあそのほぼ強く進めたらしいんですよでまあ歩いていくと民家なんかもなくなってきてひと気もなくなってくるあれやっぱおかしいなもう畑とかしかないしちょっとしたねこうトタン屋根の小屋があるまあこれは農機具なんかを入れてるね小屋だったらしいんですけどもそれぐらいしかない。で歩いてたらもうやっぱりねこれ以上行っても行き止まりになっちゃうな あ、やっぱ道間違えたんだって確信したわけですよね。あ、ごめん、お姉ちゃん、道間違えちゃった、戻ろう。だきっと、さっきのね、橋を渡った、その、まあ、お店があるっていう、まあ、あの辺りで道間違えちゃったんだな、あそこに戻ろうと思って、まあ、道を引き返したらしいんですよ。で、手をつないで、テクテク歩いてたらですね、さっきの、あの、農機具なんかが入ってる、その小屋の前に、女性が立ってるんですって。 あんな人いなかったのになで見ると黒髪で白いブラウスを着ていて淡いブルーのスカートを履いてるで手にはね子供を抱っこしてるんですでそういった女性が2人のことをじーっとこう何にも表情を変えずに見てるんですでなんか子供ながらに気持ち悪いな なんかあの人怖いと思ったんですよねただその前を通らないとねやっぱは戻れないんでうわ嫌だなと思いながらなんかその女性の方を見ないように手をつないでこうなんかあ怖いな嫌だなと思いながら歩いてたそうなんですよ。ただねその前を通り過ぎる時になんか何も言わずに行くのもなんか変なんで勇気出してね「こんにちは」挨拶をしたそうなんですね。 こんにちはって言った瞬間にその女性が急にヌー二人の顔を覗き込んできたんですでうわー怖いと思って。でお姉ちゃん妹の手を引っ張ってうわーとこう逃げ出したらしいんですよ。ただなんか後ろの方からねその女性が追っかけてくるような気配がする。怖いと思ってこう必死に逃げたらしいんですね。でしばらく逃げて あよかったっ,とって振り向いたらいないあ怖かったなっと思ったら横にいる妹さんがですね「お姉ちゃんお姉ちゃんあのね」なんか話したそうにしてるんですでもお姉ちゃん怖いから「ああお話はまた後でね」ってテクテク歩いてパッて顔を上げたら「うわっ,っ!」て思ったんです何かっていうとお地蔵様の前にさっきの女性が立ってるんです。 子供を抱っこして、じーってまたこっちを見てる。そんなわけないんですよね。途中女性に追い抜かれたりなんかしてないから、女性が前にいるわけない。なのに女性がそのね、前に立ってて、こっちをじーっと見てるんですもう頭が真っ白になっちゃって、怖い怖い怖い。もうその前なんか取りたくないから、す大回りをして、ばーってまたこう走ったらしいんですよね。また妹さんが、お姉ちゃん、お姉ちゃんあのね、 なんか話ししたそうにしてるでお姉ちゃんもうパニックになってるんで「まああとでねあとでね」ってこう走ったらんですで橋が見えてきてで橋を渡りきって「はあ怖かった」って振り向いた時にその橋の向こう側にまた女性がいたんですで今度は女性子供を抱っこしてなかったんですただじーっとこっちを見てるで「怖い!」ってまた逃げたらしいんですね。でお店が見えてきた でその時に、なんか自分たちの名前を呼ぶ声が聞こえて、パッて見たらおばさんがいたらしいんですよ。で、その瞬間もうほっとしておばあさんにこう抱きついてわんわん泣いたらしいんですよね。で、その時に妹さんが、お姉ちゃん、お姉ちゃんってっ言ってくるんですで、何って聞いたら、お姉ちゃん、あのね、さっき、女の人いたよね。女の人がね、抱っこしてる子供、顔が真っ黒だったよ。 いうらしいんですよお姉ちゃんをねその女性の方ばっかり目がいてたんで子供の顔は見てなかったんですけども妹さんが言うにはもう目も鼻も口もないただもう本当に真っ暗闇顔がないっていうそういう子供を抱っこしてたっていう話があったらしいんですねでこれがねまあその夏休み今から20年も前の話なんですけどももちろんねそんなこと最近まで忘れてたんですって。 ただ最近、このことをね、思い出しちゃったそうなんですよ。何かっていうと、夜寝てたらですね、夢を見た。で、その夢っていうのが、当時のあの小屋の前に女の人がいて、子供を抱っこしてじーっとこっちを見てるあの女性、あの光景をまあ夢で見てしまったらしいんですね。で、うわー怖いと思って夢の中で、で、気づくんですけども、一つね、 そその夢その夢当時と違う部分があったんでもこれ何かっていうとここ子供を抱っこしているじーっとこっちを見る女性がいるんですけどもその女性が抱っこしている子供子供の顔が自分の子供の顔だったんですって。でうわっ飛び起きて何かこうすごく不安になったんで横見たら。 まあ自分の子供が何事もなかったようにこうすやすや気持ちよさそうに寝てる「はあよかった」まあ、そういうことがあったんですよねなんかこれうちの子供大丈夫ですよね何かのメッセージなんでしょうかちょっと不安になってしまったんですよね、まあ、そんなお話を聞かせていただきました。 確かに不思議なお話だな、えー、そんな、えー、話紹介させていただきました